ければ大学競争です。共産名また帰宅しあと2年で10周年記念 C クラス5組距離 1500m のレース7頭で争われます。カートジャスケ、ソメット、ケンブリッジセンス、ジャンプサンライズ、クーゲント、ラガード、エクメディダイヤ。馬場の発表は主枠入り最後、エクメディダイヤ。7番ゲートに入ります。ゲートに完了、スタートしました。まずは6番ザガール出てきます。先行体制1高田区1番スタートパスで外へ切り替えての2番手、並んでいるのが7番のエクメディダイヤ。2番手3番手が少し前との差を詰めます。2番手後ろに2番ソメット4番手、さらに2番手で6番手4番ジャンズサンライズ5番クーゲント、やや遅れました3番ケンブリッジセンスシンガリ追走。7頭やや縦長で 1000m を切っていきました。先頭の6番ザガーロリード1馬身取りました。単独2番手が1番スタートザッセ向上です。2頭の後が3馬身差3番手7番エクメディダイヤ。鞍上少し手が動いています。4番手以下もつけて2番ソメット上がっていこうというのが5番クーゲントと3番ケンブリッジセンス。この2頭が外と内から前との差を詰めていきます。4番ジャンルサンラインがしんがりと変わりました。前2頭3番手を離して3コーナー逃げる6番ザガーロを捉えに行く1番タートザッケ、ここでわずかに外から1番タートザッケが出ました。2頭の後ろ3番手は4馬身離れまして2番ソメット懸命に前を追ってくる。続いて7番エクメディダイヤ、それから3番ケンブリッジセンス5番クーゲント4コーナーから直線。先頭は1番タートザッケ一気に引き離した。3馬身4馬身リードが広がる。2番ソメットが2番手に上がって先頭を追ってきます。3番手内内から3番ケンブリッジセンス外から7番エクメディダイヤ、エクメディダイヤが3番手に上がりました。先頭は1番タートザッケゴリ2番手7番ソメット7番エクメディダイヤが3番手1番タートザッケ勝ちました。終始2番手で逃げた馬をマーク、3コーナーでは並んで捉えて前に出ました。直線一旦突き放して最後は2番のソメットが追ってきましたがこれを振り切っています。勝ったのは1番タートザッケ米倉聡騎手、2番ソメット2番手、3番手に7番エクメディダイヤ、以下3番ケンブリッジセンス6番ザガーロ5番トゥーゲント4番ジャンヌサンライト続いています。体を蹴れば第4競争、勝ったのは1番タートザッケ2番手2番ソメット3番手7番エクメディダイヤです。第4レース確定のでしばらくお待ちください。